ウォーターセブンを出航後、不気味な海域フロリアントライアングルに迷い込む一味。そこでヨミヨミの実を食べた骸骨のブルックと出会う。死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。オオカ七部海月光モリアに奪われた影を取り返したいブルックと共に、一味はモリアが支配する島スリラーバークに乗り込み、激闘の末モリアを倒すことに成功した一味だが、そこにもう一人の七部海バーソロミュークマが現れた。政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが、唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れる。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点レッドラインに到達。新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中、一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッちゃんと再会。ハッちゃんと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸する。しかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた。天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔であり、もし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるという。そんな彼らとの間にいさかいを起こし、ハッちゃんが撃たれる。それを目の当たりにしたルフィは激怒し、天竜人の一人を殴り飛ばしてしまう。この一大事件は瞬く間に海軍に伝わり、一味は完全に包囲される。絶体絶命の状況で一人の男が姿を現した。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー D ルフィ。俺に命令するな。一方その頃、シャボンディ諸島の各地には大変なことになった。船の出航時、昨日すでに。今すぐ船に向かう。大使、出航準備だけして。はい、直ちに。さて、ホーキンス船長。落ち着け。天竜人を殴っただと。本大将と今ぶつかるのはごめんだが。面白い麦わら屋か。
予想より海軍の動きが早いな。おい、ドレークや、手伝ってやろうか。死の外科医、トラファルガー・ロー、俺に構う必要はない。戦闘死亡率 0%。 迷惑な連中だ。おかげでこっちもただじゃ済まねえ。カポネ・ギャング・レッジか。今俺たちに思想は見えない。ローマの僧、君の悪い能力だな、魔術師バジル・ホーキンス。野郎ども、やり合う準備はいいか。はい、パーサー。奴らの負けだ。兵力差でな。殴るとはショックじゃねえな。完全に包囲される前にここを動かなければ。麦わらの面を拝みに行きてえが海軍だらけ。うずっておる。バジル・ホーキンス、動くな。撃つぞ。ストローマンの出番はなさそうだな。ラジオライフ、スキャン、インジェクションショット、発砲か。はい、ラジオライフ。勝負はここからだろうが。観念しろ、海へは出さんぞ。スキャン、おめえらの負けだ。兵力差でな。スキャン、じゃあな。セルベ、ラジオナイフ。止めろ。
次に鬱陶しいんだよ。これでしばらく海軍に寄ってこれない。トラファルガ、組むのはいいが俺に命令するな。億超えのルーキーたちに気をつけろ。こいつは元少将ドレークだ。大将が来る前に突破しなければ。楽にしてやる。道ができたな。今のうちに去るとしよう。逃げた。おい。逃げた奴らに釣られて敵が減ったか。ちょうどいい。進むぞ。タクト。して麦わらがあっちにいるのは間違いねえ。騒ぎの大きい方に行くだろう。麦わら屋にたどり着くはずだ。シャンプルルー海兵が嫌がる。これ以上は進めねえか。タクト、乗れ。
こまで来たと思うが、敵が多すぎる。これ以上進めねえな。スキャン、インジェクションセット。ユースタスは、お前の麦わらを見に来た口か。どんなにイカれた野郎か、この目で確かめてみる。トラファルガーロー、ユースタスキックを排除する。スキャン、ラジオナイフ。俺の名を知ってんのか。障害を排除する。この島に七部会か。トラファルガー、てめえ邪魔するな。消されたい。俺に命令しても。体からレーザーだと。噂に聞いてたのか。ずいぶん違えな。どうにか撃退できたが、七部会とやり合う羽目になるとはな。本当にクマ本人だったのか。まあいい、今は麦わら屋だ。